見て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 これ超うまそうなんだけど。よし、いただきまーす。何これ、なんだよこれ、何すんだよ。ですが、その曲調とは対照的に仏頂面で入ってきたのがこの浜亮太。リング下を何か探っています。一体どういうことでしょうか、健さん。はい、先ほどね、あの控室では、はい、お弁当を食べようとした時に、はい、なんかね、異物が、そうですね、うん、緑色の形状のものが何かねかけられてしまいましたよね。しかもその後水までかけられてましたよね。そうですね、緑色の形状と水ですね。うん、女性の悲鳴が鳴り響きましたね。この曲はということは、うわー、はい、まあ、3人いるんですけども、はい、これが最初の X ということですか。ありますね。いや、宇藤さん、これ気をつけた方がいいですよ。水かけられますよ。水かけられますよ。あっと、このレッスルワンドもやりたい放題、やりたい放題。いやー、これ大迷惑じゃないですか。何であれ、何であれ、ボーリングですか。ボーリングのボールです。彼らのボーリングが非常に得意なんです。本当に来ちゃったよって言ってるんですけども、本当に来られた方も迷惑なんですけどね。そうですよ。いや、やはりあのやったぜ、緑のあの形状のもの、はい、そして水といえばこの兄弟でしたね。そうですね、あの緑の形状のものはボスギルというやつですね。ですね、はい、いや、なんか聖地後楽園ホールが異様な空気になってしまいました。いや、大バラモンコールですね。いや、この空間の中でたった一人だけ怒ってるのが浜選手だけですね。あたもしかしたら半径100万人とか、はい、そうなりますね。そうですね、はい、いや、あ、ちょっと待ってください。これどういうことですか。まず今リング上にはこれバラモン1対1でやってるよ、はい、1対1でやっちゃうぜ。1対1で15だって言ってますね。バラモンシュウが行きましたね。これシュウですね、はい、これ兄弟のシュウはお兄ちゃんの方、あ、兄の方です。これ何、どうやって 見極めるの。グローブをはめてる方が弟のケイです。はい、ただリングに上がってるのが兄のシュウです。さあ、浜亮太は命よりも大事な弁当にお告げをかけられてしまいました。その怒り、あ、分からない、これ分からないですよ。これ、あ、何十年か前に気持ちよくあったよ。ありました、ありました。ちょっと待ってください、ケンさん、はい、オープンフィンガーグローブをつけている方が、はい、先ほどケイというお話ありましたよね。そうです、だから今上がってるのはこれすり替わってますね。ただレフリーが気づいてないです、はい、なるほど、全くレフリーが気づいてないです。いや、この辺りがね、一卵性ソーセージの強みですね。あ、観客もわからないって言ってますね。わからないそうですね。今度は、さっきはどっちがあって、グローブしてたか、さっき今してます、してないで、今度してないのが上がってるんで、また入れ替わってます、ね、はい、また入れ替わりました、放送席の武藤さんもこれ分からない状態です。いや、本当に似てて分かんないね。浜亮太は気づいてるようなんですけど、レフリーが気づいてないんですよ。はい、でも反則にならないですもんね。ならないです、はい、誰が行くんだ。これは分かる、これは分かります、いくらですよ。
腕振りでも分かりますね。これ稲葉ですね。はい、まあ、稲葉だぞ。あーちょっと背後背後、あーなるほど、これ差し手になった。これ堂々と今度2人で上がってきてますよ。差し出せ。あーもう最初から1対2でやるつもりだったんじゃないですか。そうですね。さあ浜亮太に対して2人がかりバラのコーダーに倒していく。この2人の体重より浜1人の方が重いよね。重いでしょうね。浜亮太215キロあります。あーっと危ない危ない。ここはなんとかなんとか回避しました。バラモン兄弟実はね、ハマね、220キロまで上がっちゃって、うわー10キロ超えましたね。もう減量して、減量してダイエットしよ。これ、これダイエットしてると全然わかんない。あー、そして再び15キロダイエット水攻撃。いやー、相撲に力水あっても水吹きかけることはないですからね。目覚めダメこれ。そして首を絞めていきます。ハマ亮太に対して2人がかりのここ、さらにもうこれは完璧に、あまずいまずい、またしてもおつげる、おつげるです。おつげるが浜亮太の顔面に今ラッカー。バラモン K の体内から出るものですね。いやいくら食べることが好きでも浜亮太、おつげるはね食べることできないでしょう、はい、食らいたくないですね。いろいろ持ってさあ、ボーリング出ますよ。ボーリングコールです。ボーリングコール、彼らストライク率今でも 100% なんです。お客さん知ってんだねこれね。これでまたストライク率 100% ですよ。ただ浜のあそこはめり込んでるから大丈夫だよ。ああかもしれないですね。めり込んでるから。ディフェンスされたかもしれないです。はい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 。思いっきり浜に球がめり込んでしまいました。ボールがボールに。そして場外です。もうちょっとケンさん、はい、こうなってしまうともうバラモンのペースは止められないですよね。ペースは絶対止まらなくていいんで、せめてこっちには来ないでほしいです。なんだ、はい、もう少し中で見たいよな。何やってんだ。そしてこれ今度お客さんの飲み物を取って浜にぶつけていく。あ、さらに花道を下がっていきます。なんだ、あっちじゃ見えねえじゃん。あ、これ、あ、フレンドの方だ。フレンドの部屋バージョンしてるところです。まだまだ、まだまだ続いてるんですね、これ。これ武藤さん、麻雀の途中でこれやられたらもう、ね、もし上がりそうな時これやられたらたまんないよね。たまんないですね。このフリークスめ、なんかの呪いに違いねえぞこいつ。なんか女の子いるね。なんでやねん、立ってたのね。チアワンの方が、チアワンの方が今上がりそうだったんですね。もうさっきのグレタの3人にチアワンが加わって今4人マージャンやってたってことですね。あ、そしてこれハマがサードロープに引っかかってなかなかリングラインに入れないという。なんだあの情報は。あれ狂気です。あれなんか警察に怒られてるでしょ。いや、どこからも来たのか。え、これレスラー関わりないからね、言っとくけど。離したら大変なことになるからな。あ、もう逃げられませんよ、これは。おばくん、いや、非常に珍しいですね、この兄弟が誤爆するのは。そうですね、はい、あ、そうなの。さあ、そして2人まとめて潰していく。さあ、ペースを取り返しましたよ。そして潰していった。これで終わりか。よう返せ。まだ返していきます。返しました。よう返せ。バラボンアップですよ。バラボンアップ、バラボンアップですね。さらにサミング、さあどうするか。この肉の塊に対して、あー、これは命取りになってしまう。さあ、スリーカウント。これは厳しい。完全に表情が打ち込み状態ですね、はい、この表情、ね、はい、いや
食べ物の恨みは恐ろしい。恐ろしいですね。武藤さん、はい、単純にこの試合いかがでしたか。武さ、意外とまだなんかこの、はい、いろんなレスターっているもんだね。いますね、うん、まだまだ今日彼ら、あの普段見てることも3割ぐらいしか見てないから。あ、本当に、はい、なんか勉強になってよ、うん、武藤さんが勉強になるって言ったからびっくりしましたね、ちょっとびっくりしました、